ジョージ・ロジャース・クラークはアメリカ独立戦争の北西部辺境におけるアメリカ軍指揮官である。クラークの名声の頂点は北西部領土の征服者として韓国の恋に迎えられた時であり、当時の英雄になった。クラークの弟、ウィリアム・クラークは太平洋へ陸路での探検を指摘官したルイス・クラーク探検隊の指導者の一人であった。クラークは バージニア植民地アルベマール軍のトーマス・ジェファーソンの家から遠くないところで生まれた。クラークの学校時代について多くは知られていないが、彼の祖父のところで暮らし、ドナルド・ロバートソンの学校に、ジェームズ・マディソンや、ジョン・テーラー・オブ・キャロラインと共に通った。当時のバージニアの子供の常として、家庭教師にもつき、結果的には、農夫と測量師になった。1772年。 クラークは20歳の測量士として、後にケンタッキーとなる地域に初めて旅した。そこは1768年のスタンウィックス、取り条約で何千人もの開拓者が入植を始めていた。オハイオ軍に住むインディアンたちは、ケンタッキーの狩猟場の活動を決めたその条約に、署名した部族ではなかった。このために起こった抵抗戦は、ダンモアの戦争で頂点に達した。クラークも、 この戦争で小さな役割を果たした。アメリカ独立戦争の間、ケンタッキーの開拓者たちは、イギリス軍とオハイオ領土のインディアン、特に、小児族、民ゴ族及び、ワイアンドット族と同時に戦わねばならなかった。クラークは、バージニアの市民だと、自分たちのことをみなしているケンタッキーの開拓者たちと共に働きながら、その地域の防衛のために、 民兵組織を立ち上げた。ケンタッキーはバージニアにおける公式の位置づけが与えられていなかったので開拓者たちは非公式に動かねばならなかった。その指導者たちはバージニア議会に送る代表として24歳のクラークを選んだ。クラークと友人のジョン・ガブリエル・ジョーンズがケンタッキーの情報を持ってバージニアの首都に着いた時代表番を呼んだ。 パトリック・ヘンリーが知事を務めていた革命州政府は当時ほとんど破産状態であったが、ケンタッキーを軍としてバージニアに取り込むことを承認し、クラークには黒色火薬500ポンドを与えた。クラークは火薬を持ってカンバーランド・ギャップを通って開拓地に戻り、1777年ハロズバーグで攻撃を撃退する際にその弾薬を使った。 サックビルトリデを落としたクラーク・クラークは、ケンタッキー辺境防衛の指導者として、インディアンに武器を供給するイギリス軍の動きを探った。イギリス軍は、デトロイトに基地があって、インディアンに開拓者襲撃をそそのかしており、イリノイ軍のイギリス系カナダ人の毛皮商人が、インディアンに物資を供給していた。これに対抗するために、クラークは、南部イリノイを確保する秘密の遠征隊を発する。 許可を求めた。ヘンリー知事はあれこれ言わずに、クラークを中佐に任命し、総計350名からなる7個中隊を組織する許可を与えた。クラークはこの任務を合衆国政府からではなく、バージニア政府から得たが、バージニア政府には相変わらず金がなかった。クラークがこの秘密の任務に重簿できた志願兵は175名に過ぎなかった。百七十八年、 クラークはその小さな軍隊を率いて、ピットトリデから西に出発した。部隊は、ケンタッキーの北の境界に沿ってオハヨ川を降り、オハヨの滝に至った。この軍隊には、多くの開拓者とその家族も加わっており、インディアンの攻撃から守ってくれることを求めていた。5月27日、クラークは滝の近くで、コーンアイランドという名の島を選び宿営地にした。そこが後に、 ケンタッキー州最大の都市ルイビルの元になった。オハイオの滝から続く急流をうまく下ったクラーク隊は6月24日にボートから降りて今日のメトロポリス近くに廃棄されていたマサック砦に着いた。その少し上流でイギリス軍がやはり基地にしていたカスカスキアを出てきたばかりのジョンダフの狩猟部隊と出会った。クラークはダフから新しい情報を仕入れ、 カスカスキア砦を守備するイギリス兵を吸収してやろうと考えた。クラーク隊はダフ隊と共に山を越えて7月4日の夜にカスカスキアに着いた。部隊は交戦なしで砦と町を奪取した。クラークはフランス人主催のピエール・ジボールを交易集落ビンセンズに派遣し、ビンセンズの住民に影響を与え、近くのサックビル砦を確保した。 サックビルの守備隊指揮官にはレナード・ヘルム隊を任命した。1779年早くクラークはカナダの副総督ヘンリー・ハミルトンがイギリスの基地とするためにサックビルトリデを取ったという報告を受けた。ハミルトンはオハイオ川渓谷のインディアンとの関係が良く、この時もうまく味方につけていた。インディアンの戦士が多くイギリスの指揮官のもとに集まった。 対照的にクラークは南部イリノイに残っている限り圧倒されてしまう可能性が強いと感じた。唯一の選択肢はヴィンセンズトリデニール・ハミルトンを思いがけない方角から襲うことであった。カスカスキアとヴィンセンズの間は川や故障が連続する草原と湿原であった。百七十九年二月六日、クラークは七十二名の死亡兵を率いてカスカスキアトリデから 東210マイルの原頭のぬかるんだ地域を移動した。17日間かけて部隊は南入りの湯を抜け、ビンセンズに到着した。パトリック・ヘンリーが認めてくれたバージニアの中隊機を数多く見せるという偽装によって、ハミルトンはバージニアの部隊が172名ではなく600名と思い込み驚き混乱した。クラーク隊のライフル狙撃兵が、 サックビルトリデの柵を正確に射抜いてみせた。続いてクラークは死者を送り込み、これから教習をかけ、何の躊躇もしないと脅した。やる気をなくしたハミルトンは2月25日に正式に降伏した。この陶器を顧みず強行したクラークの遠征が最大の功績となり、クラークを初期アメリカ開拓地の伝説的英雄に押し上げることになった。 独立戦争中のクラークの究極の目標は、イギリスが強固に守っているデトロイトトリデを落とし、アパラチア山脈から西の地域の所有権がアメリカ革命政府であると主張することであったが、それを果たすために十分な兵力を集められなかった。ケンタッキーの民兵は自分たちの住んでいるケンタッキーの近くでならば喜んで戦ったが、デトロイトまでの長く危険をはらんだ遠征を考えれば、 尻込みした。しかし、クラークがハミルトン知事を捕らえ、イリノイ軍を抑えたことで、北西部領土でのイギリス軍の力を削ぐことにはなった。一方で、インディアンによる入植者への襲撃が続いていた。1780年6月、デトロイトのヘンリー・バーズ大員が率いるイギリス兵と、インディアンの連合軍が防御を固めていた開拓地である。 ラッテルズステーションとマーチンズステーションを占領した。8月、クラークは報復のための部隊を引き、小児族のペコイー集落の近くで勝利を収めた。1780年、遅く、クラークは東部に旅して、バージニア知事、トーマス・ジェファーソンに1781年の遠征について相談した。ジェファーソンはクラークが2000名の兵士を率いて、デトロイトを攻撃する案を授けた。 しかし、十分な志願兵を募ることが大変だった。バージニアのダニエル・ブロードヘッド大佐が、そのすぐ前に、アメリカ植民地軍に反旗を翻した、デラウェア族に対する遠征を行うためという理由で、彼の配下の兵士を分けることを拒んだ。ブロードヘッド大佐は1781年4月、オハイオ地方に進軍しデラウェア族の中心地古植トンを破壊したが、 このことで、デラウェア族は確実に敵に回り、クラークのデトロイト方面作戦に必要な兵士も物資も確保できなくなった。デラウェア族の大半はサンダスキー側の抗戦的な町に逃げた。1781年8月に、クラークがピットトリデを立った時、彼の配下は400名に過ぎなかった。8月24日、クラークの文献隊100名が、西部も ホーク族の暫定指導者、ジョセフ・ブラント率いるインディアンの待ち伏せを受けて壊滅した。このブラントの勝利でクラークのデトロイト攻撃の試みは挫折した。独立戦争を終わらせる1783年のパリ条約でイギリスは北西部領土全体をアメリカ合衆国に割譲した。この重大な結末に至る要因としてクラークの努力を功績に挙げる証言が多い。 しかし、彼の行動が条約の交渉に意味ある役目を果たしたか、その文献証拠について疑問を投げかける歴史家がいる。活用された土地の中にはクラークがまだ見たこともないミシガンやウィスコンシンまで含まれていた。その後、クラークは1785年のマッキントッシュりでの条約交渉を助け、また1786年には、 北西インディアン戦争でインディアンに対する遠征隊を率いたが不守備に終わった。独立戦争が終わると、クラークは南インディアナに8049エーカーの土地の所有を認められた。その土地は現在のインディアナ州、クラークスビル市及びその周辺でケンタッキー州ルイビルの北方にまたがっていた。クラークは独立戦争に従軍したバージニア軍人に払われる。 給与の代わりの報奨として発行されたアパラチア山脈から西の土地の主任測量士の資格を得た。この財産と役職によって、クラークの友人はクラークが裕福で幸福な人生を送れるものと信じた。しかし、そうはならなかった。クラークは、その軍事的な遠征費用などを借金で賄っていた。債権者がこれらの未払いの負債について催促をし始めた時に、 クラークはバージニア、またはアメリカ合衆国議会からの報酬を得ていなかった。数年後に債権者とその権利を譲り受けた者とが入り込んできて、この子三兵のほとんどすべての資産を奪い取っていった。クラークには、クラークスビルに小さな製粉所のあるわずかな土地が残され、二人の黒人奴隷を使って働いた。 製粉所の粗末な住まいで、クラークは次の20年の間を過ごした。彼は決して結婚しなかった。1809年、この切り詰めた暮らしは、年老いた戦士が激しい率中に襲われた時に終わった。暖炉をいじっている時に倒れたクラークは足をひどく、やけどし切断するしかなかった。製粉所を運営していくこともできなくなったクラークは、偽形邸で、成長室ある。 ルイビルの町から8マイル離れたローカストクラブ農園の所有者、ウィリアム・クローガン少佐の家に居候となった。クラークは1818 18年の二度目の卒中で亡くなった。最初はローカストクラブ農園に埋葬されたが、1889年、ルイビルのケーブヒル墓地にクラーク将軍の墓が作られ、移された。クラーク将軍のおい、ジョージ・クローガンは、 米英戦争でステファンソントリデを防衛したアメリカ陸軍の士官であった。1928年5月23日、アメリカ合衆国大統領カルビンクーリチは、クラークを記念する石踏みをビンセンズに作ることを命じた。1933年に完成したローマ古典様式の記念碑はサックビルトリデがあったと信じられている場所に立ち、現在は、 ジョージ・ロジャース・クラーク国立歴史公園になっている。そこには、ハーモン・アトキンス・スマック・ニールによるクラークの銅像もある。1929年2月25日、サックビル・トリデの降伏から150周年を記念して、アメリカ合衆国郵便公社が、その降伏の様子を表す絵柄を採用した2セントとギッテを発行した。 ルイビルを通るアメリカ国道31号線がオハイオ川を越えるジョージ・ロジャース・クラーク記念橋は1929年に完成した。クラークの銅像は次の場所でも見られる。クラークの名前にちなむ場所は夏季のものがある。クラークの名前にちなむ学校は夏季のものがある。ありがとうございます。